んなとこ車で突っ切っていいんですか。会長、これは気まずいですね。気まずいですね。完全に気まずいですよ。ウルトラジャパンです。はい。いやー、なんかこの1年が経ってやっと来ましたなって感じですね。いや、そんなに楽しみですか。もうなんか終盤戦というか、ここ1年間が入ってしまってきて、はい、ここから始まって年末までものすごい飲みのシーズンなんだよ、はい。はい、今日終わって誕生日が来るでしょ、はい、ハロウィンとか来るの次。関係ないっちゃ関係ないんだけど、はい、なんかね、とにかくてんこ盛りなの年末まで、はい、ここから始まるという、ここから始まるね毎年。会長、去年のウルトラ覚えてます？去年が潰れてすぐ2時間ぐらいで帰ってんじゃないの、はい、あの DJ マグのフェスのイベントのこう今年のランキングが出てました。あの、うん、1位がこの間いたトゥモローランドで、うん、で2位がウルトラのマイアミでした、うん、で4位ね、僕たちあの行かしてもらった EDC が、うん、4位か5位でしたね、うん、3番は何なんだろう、3番あのイギリスのグラストベリーみたいな、で日本このウルトラジャパンも入ってて、うん、76とかで入ってたんですけど、うん、でも日本はウルトラジャパンだけでしたね。まあそんなもんなんだよ日本は。その代わりにいろんないい面があるじゃん、はい、あんまり褒めないんだけど日本のこと、まあ、治安とか、うんうん、でもどうですか会長、この1年間こうフェスとか海外のエンターテインメントに触れてきて、このコロナの空白とかっていうのは埋まってきましたか。まあ俺自身はそんなに変わんないっていうか、まあ埋まったんだろうけど、世の中は埋まってないよね。埋まってないっていうか、失われた 2,3 年があるから、はい、それってさ、取り戻せないその人々の世代があるじゃん、うん、だから例えば17から20歳まで飛んじゃったらさ、イベントとかフェスとかさ、なんかそういうのを知らない人になっちゃうだろうし、はい、みたいな、そういうなんか取り戻せないところを取り戻すのにものすごい時間がかかるんじゃないのって、うん、コンサートだって全然前のようにまでは戻ってないっていうし、あ、そうなんですか、うん、まだまだ回復しきってないというか、回復っていうか、うん、違うものに変わるかもしれないよね、うん、なんだろう、うん、人々の趣味がさ、はい、なんかコロナの前は何か、まあ、ライブならライブだったものが、そのライブがなくなって他に向かったわけじゃない、ない、はい、ない間に違う形になっていくんだろうね、うん、新しいものとか。でも多分こう会長ほど今年というか去年この1年くらいかけてこうエンタメを見てきて、なんか日本での可能性とか感じるもの あるんですか。ないね。ない、ないって。例えばさ、こういう島がありますからイベントやってくださいとかってさ、そこにどうやって5万人も10万人も運ぶんですかっていう話を全然考えないでいくんだよね。なるほど、インフラとか、はい、あとさ、騒音問題、もう海外行けばわかるけどさ、誰も何も言わないでしょ、はい、もう、うん、いや、もうそういうのを求める人は日本から出ていくか遊びに行くかして、でそういうの嫌な人だけ行くよみたいなぐらい、もうなんか難しいなと思って。それでもやっぱ会長になんかこうフェスっていう部分でイベントとかやってほしいって人多いと思いますけどね。いや、やってるよ、やるよ。だから別にそういう、なんだろう、ウルトラだ EDC だ、はい、じゃないようなものを考えていればいいんじゃないの。それで言うと確かにウルトラも海外のやつを持ってきてるとかっていうのあるんですけど、こう日本の土地とか文化を生かしたイベントをなんか考えるとしたら、会長のアイデアとかあるんですか。まあそれ一つ花火だったけど、はい、コロナ
ね、なんかまたゼロからやり直しみたいになっちゃったし、うん、まあ、花火は世界中であるっちゃあるからね、そのうん、例えば最近の取り組みで堀江さんが別府でこう、うん、お湯かけフェスって言ってましたね、うんうんうん、なんか日本の温泉というのをかけて、うんうん、まあ、温泉は、はい、やっぱ日本文化なのかな、だとすれば、まあ、水よりはいいよね温泉が俺行かなかったから分かんないけど、温泉掛け合ってまた温泉があんのかな、温泉掛け合って、あ、その後に温泉に入るっていう確かに、あ、それはいいですね、でも、うん、いろんなところの地方創生にもなって、なんとなくだよ、決めてないけど、はい、会場を今週ウルトラ、来週ヒップホップでしょ、はい、あ、そうなんですね、そこで、まあ言わんけど考えてますよ、じゃあ、それ楽しみだ、いろんなアイデアが動いてるんですね、今年はそこまでだけど、会長、日本はいいとか言いつつも やっぱ考えてくれてると仕事なんでしょうがないですねそれはちょっと嬉しいですね、会長のフェス動画も回らないとは言いつつ少しずつ回ってきてるんでもしかしたら会長のこう動画からフェスを好きになってみたとか、トゥモローランド来年行ってみたいとかっていう人も絶対いると思うんで、まあ行かないと分かんないからね、あれ、そうですね、全く YouTube っていうかさ、はい、ああいうのでは分からないよね、伝わらないですね、伝わらないね、伝わらない、だからこれを見てみんな来てくださいという、うん、ということだよね、じゃあ今回は2日あってアフターもあるんですよね、うん、アフターうちわのだけのアフターとオフィシャルのアフターってあるんじゃない、うちわだけのアフターっていうのはどこでやるんですか、毎回いつもマリアでやってるね、ああ、で多分去年でしょ、はい、オフィシャルはオクタゴンじゃない、おー、じゃあ会長も両方行って、いやー体が持たないね、いやそう、会長今回の目標全部いるっていういや前から疲れちゃってんだもん、いや俺ね飲めるんだけど、はい、ダメージがねひどくなった次の日の、あー、会長が飲むのはもう宿命みたいなもんですね、ウルトラで、いや宿命嫌だよ俺も飲むのはもうテキーラの色して違うもん入れといてくれって、あー、いや今回はあんま飲ませなくていいってことね、いや、もう飲ませないでよ、ちょっと今のフラグ立ちそうなんでやめときましょう、フラグってなんか飲ませなくていいっつって次の絵でめちゃくちゃ飲んでそうあー、ということで会長今回もよろしくお願いします、飲まないよハードデルが4時からっていうからさ、はい、こんな早くなっちゃった、本当は6時ぐらいに来たかった、ハードウェルが4時って、まあ豪華ですよね、ハードウェルの都合じゃない、あ、そういう来ました、会長 VIP 入場、え、ちょっとこんなとこ車で突っ切っていいんですか、いいんじゃない、会長これは気まずいですね、気まずいっすね、完全に気まずいっすよまずいっすね、会長僕のは気まずいっすね、こいつがいる、何ですか、あ、カナスマジ到着しました、行きましょう、よろしくお願いします、出番だ、あら、やっほい、今回も呼ばれてないのに来ちゃったぜイエーイ、ウルトラスマッシュ
It's a family affair here in Tokyo.会長のお呼び出しですか。いやー、今日は普通に。会長見てください。目の前。あれじゃないのか。会長の YouTube でも上げた。横浜ボンベ浅田さんの。本当だ。ほら行列できてますよ。Sorry for that, but... Yeah, let's take a picture! Cheers! One more! Thanks! There you go, brother. Because it's that second... What happened? It's not even coming. It's not even coming. It's not even coming. If this is DJ's song, today it's 5 o'clock, Haneda... 3時過ぎに着いて、また明日10時のフライトで成田から大変な職業ですね。違うかもしれないけど。プロフェッショナル。大丈夫ですよ。戻るから戻ろう。また後でね。後で。Thank you。せっかくだからこの横浜ボンベいかがですか。やった。あるの。見えるかチキンあります。これ浅田カレーよ。浅田カレーですね。浅田カレーです。ガチ浅田カレー。でもこれですね。多分ですね。はい。ほとんど具がない。貧乏。いや、でも会長の YouTube 見ていったらめちゃくちゃうまかったですコメントめっちゃ来てますよ。知らないけどこれうまいか。知らないけど。うまい。うまい。のびさん、美味しいですか。美味しい。よかった。辛い。カシミールは辛いですけど、辛くないやつもありますよね。辛いの苦手な人でも食べれるようなカレーがあるので、ぜひガブッと一緒だったガブッと。この YouTube 見てる人は六本木のお店に行ってもらって、まずくてもうまくてもコメントくれればありがたいです。じゃあ
ミさん、今から行くのはサブステージですか？サブステージ、あ、サブステージって呼んでいいのかわかんないけど、レジスタンスっていうテクノ、はい、アンダーグラウンドな。あの前回イビザで入った時の、ちょっと僕撮れなかったんですけど、エリック・プリッツの次にいた、その有名 DJ ですよね。別のメインステージとは別に3ステージあるんだ。アダム・ディーは本当に僕、なるほど、アイドルみたいな感じ言ってましたね。すごい嬉しい。このトゥモローランドみたいにウルトラもコロナを明けてだんだん大きくなって、前は1ステージだったのが今回は3ステージになってるという。あ、そうですね。うわぁ、去年2ステージだった。あ、2ですか。今年はそのレジスタンスが、ちょっと前回は動画で見せれなかったんですけど別のステージに来ました。
始まりました。頑張りましょう。今日はハメ外すでしょ。え、今日はハメ外すでしょ。外していきましょう。今日ちょっとあのご挨拶だけ急にだけどうしてもやって松木さんが来てくれた。すごいんですか。サッシャ。サッシャ。サッシャ。ジョン・ディグイ。サッシャ・ジョン・ディグイ。イギリスの。イギリスのもう本当にイギリスを代表する。あ、何系なんですか。ハウスなんだけど、はい、特にサッシャっていう人は、この人がいなかったら多分テクノがなかったかもしれない。あ、すごい、すごい、すごい。すごい、ね。サッシャはもう本当にレジェンド。これだからアンダーグラウンドだからね。あ、そういうこと。EDM じゃないし。確かにウルトラのコンセプトは EDM だからちょっとこれと合わない、でも回すイベントが近かったらもっとでかいとこ埋めちゃうような、だからこのイビザとかはもうずっと回してた、
That's it. Oh shit. Oh shit. Oh shit. We love you so much. Thank you so much, everybody.